どうもショータイムゴルフです。1万以内で中古で買ってどれだけスコアを出せるかっていう。出た出た、ナイス、素晴らしい。いいんじゃない。あ、ちょい左か。このホールね、前回ね、僕 OB 打ってるんで、あそこの突き抜けて、ああ、そうね、綺麗に。あの時飛んでたよね。今のも飛んでますよ。でも今日は飛んでない、このクラブのせい。でもそれはこういうね、クラブのせいにする人はね、僕でもないですよ。ゴルフをね、根本から上手くなりたかった。ある程度上手くなったらクラブちゃんと見直してあげないと。クラブで助けられることいっぱいありますからね。僕のスタンダードターボラバーテクノロジー負けてないですよ、俺の。何テクノロジー？わかんない。チタニウム。うん、チタニウムテクノロジー。チタニウムテクノロジー。テクノロジー。で、高いのって1本10万ぐらいするんでしょ、今。するする。そんな奴らに負けてらんないんですよ、こっちは。金ないんで。そう。こういうのでね、工夫していかないと。そうそうそう。はい、じゃあ。340ヤードです。スライスいきます。はい。グリーンはこっち方面です。あのバンカー狙って、バンカーからフェードかけるイメージで。あ、まっすぐ、ちょっとやばいよ。いや、これは大丈夫。うん、大丈夫。うわっ、危ない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 よ、マジで。危なかった。帯ギリギリじゃん。マイナス上がりなんだよね、これ。そう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 。ただこっちまで行っちゃうと本当に木が邪魔で、思いっきりスライスかけないといけないから。まあね、前回一緒に回った時はここ乗せてましたよね。今回は人のっていうか、俺のだよ。なんか適当なスリーウッドで挑戦。危ねえ。あ、やばいね、これ。あ、でも大丈夫、まっすぐ。そうだった。うん、全然わかんない。はい、52度。じゃあ結構軽めですか。でかい。結構でかいかも。加減が分かんねえな、52は。難しい。だから言ったじゃん、突き抜けるよって。しかも曲げられなくない？いけるいける。いける？あ、無理だ。あ、でも右側狙えば。グリーン右にねって感じですね。しかもちょっと上げてる。ピンは狙うのは難しいけど、右を狙えば全然パー取れるもんね。うまいよ。まあ、しょうがない。光ってる。全然、OK、ここだ。ナイスオン。全然、OK、はい、ショートさんの2打目はだいぶオーバーして20フィートぐらいの上り。ラインはちょっとフックかな。いいかも。いいかも。うわぁ、ナイス。 OK です。止まったなぁ。さぁ、いい転がりだった今のは。ナイスパーです。どうも。さぁ、タガイロのバーディーパットです。一番近いバーディーパットかな、今日。このぐらい久しぶりのバーディーパットだな。これ決めたいね、今8オーバーだから。7オーバーに戻したい。ほんのちょっとスライスかな。ちょっと右に押し出しちゃったな。もうナイスパーかな。ナイスパー。いや、バーディー取りたかったな。右ちょい上げ。右打てばいいの。うん、じゃないですか。いや、真右。そこまで軽くかねえよ。いい、やばくない？
大人超上げてたよ今。うん、やばい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 。そんな軽く振ってないもん今。でも普通に振って大丈夫ですか。うん、普通にピン行った方がいいと思う。でかい。でかい。なんで？なんで俺あんな弱いの？あの距離そんな確かに悪くないですね。うん、池結構ギリギリだったけど。これはどういう感じで打つんですか？普通に？うん。落とし場所決めて。はい。ここに落としてコロコロと。コロコロと。ちょっとでかい？そうでもないか。うまどうも。うまありがとうございます。これか。高色のね、高色の見た目しました。早いぞ早いぞ。赤色のパパッと5メートルぐらいかな。無理。うまい。70段に目が。今何個ですか俺。9。イーグルで。あ、イーグルで。ドライバーあるからいけるでしょ。ドライバーあるんだから。確かに。飛ぶしやがる。俺にはないんだよね、うん、ドライバーが。確かにイーグルの可能性を秘めてますよ。まだ分からない分からない分からない。俺もアンダーは諦めてないから。今何個？イーブン。いや、うまっ。9個も違うの。やっぱ技術力が出てくるよね、やっぱこういう企画って。結構俺距離でカバーできるところあるけど、うん、パー5がパー4みたいなもんじゃないですか。うん、とりあえずそこでいつもだったらバーディー取れるのが、うん、これのクラブだとバーディーも危ういっていう。そうだ、ね、パーも危ういっていう、うん、いやこれイーグル。あ、これ最初ホールか。最初ホール。あ、無理じゃん。無理だ絶対これ。でも350飛ばせば余裕ですよ。無理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 。あ、でもめっちゃフォロってる。うん、めっちゃフォロってる。風は吹いてる。俺もバーディー狙うから。来たわこれ。うわ、これ70台いけたじゃん俺。もったいない今の。でも行けなくはないですよね。いや、行けなくないよ、勇気があれば。580。18番パー5、581ヤード最後です。まあドライバーで330ぶっ放せば2オンでイーグルという可能性もあるので。狙いづらいんですけどね。うん、頑張ってください。フォローなんでね、今日は行かないこともないですね。いやー、いい。完璧。飛んだ。完璧。超えた。バンカー超えた。満飛び。これあるよ。満飛び。いや、これあるよ。あるわ。イーグルあるわ、これ。決まったわ。サムネが決まったわ。はい、偽のスプーンで続いてください。偽のスプーンで行くわ。はい。うわ、やばい。うわ、最悪。最後の最後でやってしまった。ハートドロー跳ねた。うん、跳ねました。あれ暫定球打たなきゃ。うわ、今シンクつったんだけど。うん、奥行きましたね。フェースなりの飛んでた。フェースなりのドロー。ついに最終ホールでやってしまった。はい、まあいいんじゃないですか。ちょっと右バンカー越えたんじゃないですか。分かんない。でもバウンスは見えたんで。ああ、めっちゃ手前か奥。ああ、手前かな。じゃん、行くしかない。はい、
翔太さんの2打目。まずこの2つの木を抜いてここを避けて、でまっすぐ行っちゃうとこの池があるんでドローで、だからこの2本の間を抜いてドローですね。難しい。これ抜いたらこっちがサムネになっちゃうじゃん、スーパーショットの。うん、難しい。俺はちょっと俺避難しておきます。狭さが伝わるかな。6番で、まあ結構狭いっちゃ狭い。6番はい。こういうのうまいんだよね翔太さん。はい、いけそういけそう。うわ全然見えなかった。どこ行きました。おー、うまっ。なんでそんなうまいの。意味わかんないわこれはでかい。意味わかんない。これはでかい。何それ。超でかいですね今の。でかい。スーパーショット。スーパーショット出ちゃった。あごめん、サムネになっちゃったじゃんこっちが何番。7番でフェース開いて思いっきりカット。はい、イメージ的にはこのあの木の上を行きたい。この残り250だから330飛んでる。あのクラブで。うん、やばい。あ、でも大丈夫だ。大丈夫、距離残っちゃったよでも。うん、でも多分120ヤードぐらいじゃないですかあれ。うん、もうちょいかな。翔太さんとあんま変わんないじゃん位置最悪なんだよこれ。アンダーの可能性あるじゃんあるあるじゃん。やばいわ。13752度、うん、マンブリマンブリ。はい、じゃ泥系ですか。うん、ドローだ。はい、木の真ん中、超奥ぐらい。うわ、最悪だね。すげえダメだこれ。うん、バンカーっすね。最後痛い、痛恨のこのクラブダメだな軽すぎて。あ、最後までそのクラブはちょっと使えなかった。くそ。次やるときはちょっとスチールにしよう。カーボンがきつい。115ヤード115。めっちゃ上げてるんで、うん、結構低く強めに、うん、出さないと届かないかも。ここはバーディーチャンスにつきたい。はい、風が気になるところです。カモン。あ、ゴーゴーゴー、レッツゴー。ゴー入る。惜しい。惜しい惜しい。入る。惜しい。入る。惜しい。取れましたよ。取れためっちゃ惜しかった。ナイス入ったと思ったもん今。俺も入ったと思った。多分あのピン奥から、うん、そう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 戻ってきたから。そう入ってたら70台いやー惜しかったね。70台70台惜しかったわ。無理だった。次回に持ち越しですかねこれ持ってって愛着が湧いてしまった。意外とバウンス16の割には打ちやすい。うん、うん、全然今日これまあ、うん、これと、うん、これはキープス、うん、試合で使います。ナイキのアイアンだけだな、キープしちゃいます。今日めっちゃいいっすよ、それ、うん、あと3ウッドもなかなか。いや、ダメだよ。ダメっすか。あ、まあ全部フックか。全部フック。で今日はアイアンに助けられてる感じですね、うん、いや、これイーブンで締めたいっすね。締めたい。これ取れたからは。うん、これ一番重要。あ、熱い。これだって、アップンダウンだったら、うん、こうアンダーなるかみたいなタイトル、うん、そうそうそう。でもこれがオーバーパーだったら、うん、な
んか沈んでんだよ。難しい。しかも止めづらい。若干沈んでる。難しいライ。グリーンあんまりスペースがないから。あ、でも風が上げてるから止めやすいかも。いやー、強く入っちゃった。もうしょうがない。おっとー、マジか。しょうがない。はい、ショートさんの今日一番重要なパット、20フィートぐらい上り、フック4パー4イーブンですね。4イーブン、これ決めたら72イーブンです。はい、5。いやいやー、イーブンならず。悔しい。ああ悔しすぎる。惜しい。はい、最後決めてワンオーバーを噛み締めてください。いやでもね、すごいっすよ。1万円クラブ5本で1万円総額。マジ悔しい。難しさ伝わるかなこれ。めちゃくちゃ難しいよこれ。そう、なんか俺がものすごい下手な人に。ナイスバーディー。80。80。あ、70切れなかった。いやー悔しいね。悔しい。でも両方悔しいですよね。両方悔しい。ちょっともうこれ再チャレンジするしかない。再チャレンジします。同じクラブで。いや、また比べ選びから。また違うクラブでやるんですか。まあでもそれじゃないと面白くないですね。面白くない。いやお別れ感を決めた人も。これお別れですね。ちょっと愛着が湧いてきたので、ね、愛着が1ラウンドしかやってないですけどね。湧きつつあるところでの3列。そうですね。いや楽しかった。楽しかったですね。いや楽しかった楽しかった。いや本当に80ってこんな楽しかったの初めてかも。まあね、あと1年で出れるんで、うん、日本に完全に帰ってくると思うんで多分、うん、そしたら、まあ、でもアマチュア出ても面白くないですけどね。面白いね。こういう企画しか、まあ、アマチュア代表として達也さんと出ようかな。うん、まあね、プロじゃできない企画もどんどんね、そういう企画担当していこうかなと思います、うんうん。ということで、総額1万円の中古クラブで揃えてラウンドしてみたら、結果は俺が73で俺が80でした。80は切れませんでした、はい、いやもう全然できたねゴルフ。意外とね、できましたね。全然柔らかくても合わせていけ、合わせて、まあ、だんだん最後の方慣れてきますね。そう俺は後半の方が良かった、ね。うん、パターンも慣れてくるし、やっぱりでもちょっと力が入っちゃってると、うん、シャフトが弱いから左行くみたいな、うん、まあまあ初心者でもまあこれで全然できるよっていう。できる、うん、まあね、クラブまあ結構俺言い訳してたけど、まあ、まあまあクラブのせいばっかにしてたらダメだよっていうことですね、うん。今日俺カンニーか。ゴルフをね、根本から上手くなりたかった。ある程度上手くなったらクラブちゃんと見直してあげないと。クラブで助けられることいっぱいありますからね。今日俺カンニー勝ったしね。そうね。まあちょっと恥ずかしいかもしれないけどね、うん、5本しかないから。そうだね。まあそれを乗り越える、まあ、まあ全然楽しめるというか、楽しめる、はい、楽しめる。意外とできました、はい、ありがとうございました。ということで、はい、この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。